っと大きな声で言いなさい。名護さんは最高です。どうか弟子にしてください。僕何でもしますから。そうだな、うん、君の気持ちはよく分かった。多少危険が伴うかもしれないが、いいかな。はい、何でも言ってください。名護先生だ。叩けんな。何者を言ってもらおうか。はい、はい、離せ離せ。俺は殴らず。それは離せ。離れなさい。離れなさい。離れて。離せ。神よ、なぜ私にこんな運命を。あなたは間違っている。今すぐ修正するべきです。あら、名護くん、何々神頼み。そうだよね、戦取られちゃったしね。これ以上不運なことが起きたら困るもんね。冗談を言うのはやめなさい。私の人生は完璧だ。あら、今日バカな。来なさい。何？やったー、長吉。そんなもので喜ぶとは小市民め。今度こそ大吉。よこしなさい、小吉をよこしなさい。あ、めぐみ、よこしなさい。小吉、小吉よ。イエイ。女の首里を追いかけてる場合ではない。君は牙なんだ。もっと自覚を持ちなさい。俺が一から鍛えてやる。ちなみにこの数字は7、5、3。常に俺の名前を胸に抱き、正義を行いなさい。寝ぼけたことを言うな。何に使うの？何してんの？ちょっとちょっと、戦ナックルじゃない。なんであんたが持ってんのよ。うるさい、ほっといてくれ。これで奴が変身するとき、ガビオが、襟立て剣豪、お前の雲に歪んだ顔が目に浮かぶようだ。あ、ここもだ。セコ。人間が小さい。できた。ほう、この戦泥棒。うっ、あらら、刺さってる。二つ三つ。いった、まさ。早く取って取って。よし。くれない渡る。
この俺が必ず救ってみせる。必ず。どうした？元気がないな。名護くん。渡くんのことだろう。だが、どんな深い夜にあっても、やがて太陽は昇る。どんなに固いつぼみでも、やがて花となって咲き誇る。は？何言ってんの？雲がどんなに厚くても、その向こうには星が光る。どんなにまずい食い物も、やがて血となり、肉となる。ねえ、私を慰めてくれるのはありがたいんだけどさ、なんで急に渡くんをかばうの？野獣の勘だ。渡くん！どうしたの？名護くん？どうしたんですか？まさか電流を流してたとは。渡るくん！地味毛量を跋扈するこの地獄へ、名護圭介はここにいる。何これ？青空の会の会長に立候補するための書類だ。俺が志麻さんの代わりに青空の会を統括する。さあ、推薦人の欄に名前を書きなさい。は？何考えてんの？嫌よ、お断り。まだ1枚ある。そうそう、昔君からもらったこのガラクタ返しますよ。これはガラクタじゃない。キハ1811旧国鉄特急型機動車だ。1968年に製造され500馬力の大出力エンジンを搭載、最高時速120キロ。だが今は新型のキハ1870系に押され、その姿を消しつつある貴重な列車なんだ。名護くん、鉄道マニア？いや、人から聞いた話だ。今のは彼って急に熱くなるんですよ。そう、女性にも熱くなることがありましたね。まさに情熱的だった、あの時の名護くんは。覚えてないな。同期の女性隊員じゃないですか。毎日毎日ラブレターを書いてはこっそり渡したりしてね。これ懐かしいでしょ。なぜお前が持っている？君は僕の太陽だ。僕を明るく照らし出す。やめろ。まあ当時私の彼女でしたからね、あの子は。何？あいつ正直うざがってたかな。嘘だ。名護くん、おーい。そうだ、君が訓練に耐えられず泣いてしまったことがあったじゃないですか。最初その話信じてくれなくてね、あいつ。うん、それでそれで。たまたまその時撮った写真を見せたら信じてくれて。目が回るんですけどね。そうそう、 T シャツにもしたんですよ。相変わらず甘いですね、君は。じゃあ私はこれで。あー、人手なしなんて言ってごめんごめん。許さない。
野村静香、渡るのお母さんよ。お腹はダメよ。神に返しなさい。なあなあなあ、こんなんで本当に牙になれるのか。牙になるには強い体でなければならない。この動きは強い体を作るための基礎鍛錬。そう、何事も基礎が大切だ。